友達は、安倍工房の戯曲。二幕十三場からなる。安倍の代表的戯曲で、傑作とも評されている。一人暮らしの男のアパートに突然と侵入してきた、奇妙な一家が笑顔で、隣人愛を唱え、親切心の連帯で、孤独の思想を駆逐し殺してしまう物語。男の部屋を侵略する一家の疑いを知らぬ善意が、怪物化してゆく、ブラックユーモアの中に、 現代社会の人間の生の構造や他者との関係性が描かれている。1967年、雑誌、文芸3月号に掲載され、同年3月15日に、青年座により木の国屋ホールで初演された。同年9月18日に、第3回、谷崎純一郎賞を受賞。単行本は、同年11月30日に、カーディショ防震より、擬曲友達。 榎本武明として刊行された。翻訳版はドナルド・キーイン分けで行われ、国内外で多数上演され続けている。1988年に日本、スウェーデン合作で映画化もされた。友達は1951年に発表された小説、侵入者を元にした戯曲であるが、テーマやプロットは侵入者とは異なっている。なお、 1974年の改訂版、友達では登場人物の一家の祖母が祖父に変更され、元週刊誌のトップ屋が亡くなり、婚約者の2位と三男が加わった。また、初出版ではタイトル横に黒い喜劇と銘打たれている。安倍公房は友達と侵入者の異なる点については、侵入者の侵入者たちは多数原理を暴力の合理化に利用し、 主人公は、その多数神話に毒されているゆえに、それに逆らえず自己矛盾の罠に陥るという、受け身の犠牲者にとどまるが、友達の、友達たちは、主人公の忠実すぎる重木の役割を引き受け、その協調と連帯と和解の原理により、主人公は常に、外面的には、優位を保つことができるとしながら、以下のように、その関係構造を解説している。 その過剰な忠実さと友情の押し売り、盲目的な連帯への進行が、蜘蛛の糸のように主人公を窒息させてしまうのだ。友達たちは、終始、犠牲者の立場を装いながら、そして主人公は、あたかも加害者の立場に立ちながら、結果は全く逆になってしまうのである。この皮肉と、苛立たしさこそ、まさに現代の笑いなのではあるまいか。安倍工房、友達。 侵入者より、友達のテーマについては、他人とは何か、連帯とは何か、だと、安倍は述べ、共同体原理が全く無効になっている。現代における人間の連帯について、以下のように説明している。我々は、被害者であるだけでなく、加害者でもあり得る。そして、被害者であるか加害者であるかということを区別するものは、ない。友達の主人公にしても、 被害者でもあるが、また、侵入者たちにとっては、加害者でもあり得るわけです。だからといって、僕は絶望してるわけじゃない。人間の連帯という、すでに回復し得ないものを回復しようとするのは、絶望的だということを指摘したいんです。連帯とか臨時外とか言いながら、仲間割れしている現状を告発したいんです。安倍工房、談話議事議局3本が、今年の舞台へまた、 友達の長女は肉体的な愛、次女は精神的な愛を主人公に求め、また与えたいと望むと説明し、主人公の立場は彼女たちの行為と善意を利用しようとすることによって、一層複雑なものになるとしている。そして次女は脱出を助けるふりをしただけではなく、本当に助けてくれたのかもしれない。死以外にもはや真の脱出の道がなかったのだとすれば、 安倍は解説している。なお、観客の反応については、おそらくこの芝居を見てよく笑うだろうと、安倍は予想しながら、しかしこの笑いが、舞台に対しての笑いではなく、実は自分を笑っていると感じていただければ、芝居は成功だと思う。皆さん、よく笑ってくださいと述べている。夜の都会、奇妙な9人家族が、友達のブルースを歌いながら、愛と友情を届けるために、 一人ぼっちの孤独な人間を探し、ある一人暮らしの男のアパートを訪ねる。彼らは拒む男の意向を無視して部屋に侵入した。男は不法侵入だと警察に電話をするが、管理人や警官らにも信じてもらえず、一家に居座られる。出て行ってくれと頼む男に対して、一家は様々なヘリクツで押収し、多数決の民主的なルールを押し付ける。彼らは、 男の婚約者や彼女の兄もうまく言いくるめてしまい、男はそのまま一家と同居を続けなければならなくなる。半月が経ったある晩、長女と男が一緒に寝て何か相談しているところを次女が発見する。男が長女に誘われ逃亡しようとしていたことを次女は他の家族を呼び報告し、男は弁解も虚しく、罰として玄関の靴箱の檻に入れられた。 食事係の次女は、憔悴している男に牛乳をすすめ、男がそれを飲む干すのを見届けると、檻の上前の鍵をあげると言った。男は、喜んでそれを受け取ろうとするが、突然震えが激しくなり、恐怖に引き連れて動かなくなった。次女は、男の死の間際に、逆らいさえしなければ、私たちなんか、ただの世間に過ぎなかったのに、とつぶやき、檻に、そっと毛布をかけすすりなく、 次男は次女に、なんだ、お前、またやってしまったのか。というが、しょうがねえなあ、と、平気で引っ越し準備にかかった。父が、個人は常に、我らが良き友でありましたと愛悼を述べ、一家はハンカチを振って、アパートから出て行進し、笑い声を響かせながら去っていく。中野隆児は、友達の、全員家族の、ぞっとするほど不気味なイメージを、 必然たらしめる語り口が完璧だと表し、観客は知らず知らずのうちに、我が身に降りかかった事件として体験させられ、そこで繰り広げられるセリフは、日常でもどこかで聞いた覚えがある感覚となる効果があるとしながら、以下のように解説している。家族なり、会社なり、学校なり、何でもいい、自分の中を探れば、これと同じ状況を発見させられるのが、 この芝居の恐ろしいところである。安倍工房は、真理や人情のリアリズムを通してではなく、生を一度解体し、抽象的に再構成して見せることで、いわば我々の生の構造そのものを突きつけているのだ。中野隆解説、三島幸夫は、谷崎潤一郎賞の選評で、友達を構成的にも完全するところのない議曲で、安倍氏の抽象主義的実験が、ここでは、 比類のない肉感性を価値得ていると評している。また、安倍工房氏の傑作であるとも述べ、以下のように賛美している。なんという完全な縁自然な呼吸、見事なダイアローグ、なんという恐怖に満ちたユーモア、微妙に溢れた残酷さを持つていることだらう。一つの主題の提示が、坂を転がる、雪の玉のように累積して、のつぴきならない結末へ向きつてゆく姿は、 古典悲劇を思わせるが、そういう戯曲の形式上の厳しさを、詩は、なんと余裕を持つて、チゃらくらくと、観客の鼻面を引きずり回しながら、自ら楽しんでいることだらう。誠に戦望に耐えぬ作品である。三島幸夫、安倍工房、友達についてまた、こういった純粋な作品は、あまり安優に心をわずらわされない方がいいとし、三島は、以下のように評した後、 観客がこの芝居を不自然なところのない家庭喜劇かと思っているうちに殺人がすでに行われているとし、これは決してアンチテアトルなんかではない。これこそはテアトルなのであると解説している。連帯の思想が孤独の思想を駆逐し、松ったの親切機からこれを殺してしまう物語は、現代のどこにでも転がっている空話であるが、この社会的連帯の怪物どもは、 日本的ゲマインシャフトの周期を放つことによって、一層醜く、また、一層美しくなる。大詰めの幕切れの光を浴びて、次の犠牲を求めに出発する、家族像は、ほとんど性家族の面影を備えている。その疑いを知らぬ理想の純潔その善意、その人類愛は、幕切れの交際をただならぬ感動を持って増幅するに、違いない。人類細びの、 そして人類最終の家族像、三島幸夫、安倍工房、友達について、一方で、日本における、不条理劇の第一人者である、別役実は、友達を、演劇性と文学性の奇妙な混合が見られる、として、批判している。は原作に該当する人物、ありがとうございます。